開幕直前、今季の展望と順位予想。オフィシャルがこんな便利なスケジュールを作ってくれたみたい。せっかくなんで、今季の日程確認、対戦相手の散らばり具合、推し感情なんかをやっていこうと思う。まあ、今がいろいろ言える一番楽しい時期。一週間したら、グーの音が出なくなってる可能性も、まあ、なくはないのよ。うん。ちなみに、私もこのスケジュールの内容は、ほぼほぼ初見なんで、だらだら喋ってくけど、まあ、ゆるくお付き合いください。はい。じゃあ、まずは、日程的に、リーグ戦を軸に考えていくと、最初の塊っていうのが、2月18日、今度の金曜の開幕から、3月19日の第5節参加戦まで。序盤はね、すごい大切よ。順番で、フロンターレ、グランパス、セレッソ、サンフレッチェ、サンガ。割と強い。うん。これ勝てるだろっていうのは、サンガぐらい？あ、そうだ、先に言っといた方が良かったかもしれないけど、私平気であそこ勝てそうとか弱そうって言っちゃうんで、パサポの人は、ごめんなさい。はい。一応断っといた。はい。というわけで、決してね、楽ではない序盤。だけどね、私別に東京って、ここには絶対勝てないなっていう感覚は、もう数年ないのよ。うん。これ序盤、フロンターレに勝ったら、別にね、5連勝しても、おかしくないって思ってる。まあ、逆にね、4連敗して、3月にだけ勝つっていうことも、なくはない。まあ、とはいえ、基本今開幕前っていうのは、お経も良かったんで、結構ね、頭がお花畑になってる。そのつもりでもうどんどん行っちゃおう。何気にきついのが、6節から8節。マリノス、ヴィッセル、レッツ。これ水曜のね、ミッドウィークの試合を含めての3連戦。選手層もね、結構大事になってくる。で、ルヴァンを挟んで、その後の4月16日コンサドーレから、ずーっと見てって、5月25日の清水戦まで。この並びは、これボーナスステージね。うん。序盤が苦しかった分、ここはかなり勝ち点稼げると思う。これ何気にキーになってるのが、ルヴァンカップ。今年の東京のルヴァンカップのグループは、ジュビロと、これ、なんだ。アビスパか。うん。アビスパと、ベルマーレ。これはね、イージーよ。この辺の、ルヴァンカップの最初の方の試合を使って、今季の東京のニューヒーロー、ブレイク候補の台頭、新戦力の定着。それができれば、その後のマリノス、神戸、レッツ、この3連戦での選手のやりくりは、だいぶ楽になるし、その後のボーナスステージ、これね、もう勝ち点ザクザクよ。で、その後に鹿島があって、ベルマーレ、トス、アビスパ、コンサ。ここもね、美味しいわね。全部勝てそう。で、埼玉高速鉄道に乗って、レッツ組合に行って、ジュビロ、サンフレッチェ、エスパルス。よい。はい、わかったわ。今年って、20節のコンサドーレ戦、ここまでで、どれだけ勝ち点を取れるかで、夏以降が上位を目指した戦いになるのか、どんよりと注意をキープする戦いになるのか、それがね、決まると思う。このコンサドーレの後が、だいたい強そうなところと弱す、あんまり強くなさそうなところっていうのが、結構ね、順番で来てるのよ。こういう感じね。うん。特に、マリノス、ガンバ、神戸、サンガ、ちょいこっち、鹿島、ベルマーレ。この辺が本当に強い弱い強い弱い強いみたいな、そういう感じになってるんで、勝ち点も一進一退っていう感じになると思うわ。で、最後に、ケンタさんと川向こう。うん。このね、開幕で当たった相手と最後2連戦。しかもそれなりに因縁のある相手。まあ、またこういうのは、日程くんがやってきたなっていう感じだけど。うん。いつものことよ。わかってる。というわけで、ずっと1年間分見てきたけど、なんかね、面白そうね。まあ、面白くなるかどうかっていうのは、本当に、第1節から第5節。これをね、
いい形でスタートできるかっていうところにかかってると思う。めちゃくちゃもう普通に序盤が退屈って当たり前のことしか言ってないのがね、恥ずかしいんだけど、まあ、そんなもんなのよ。うん。じゃあこういった感じで1年間見た上で、あらかじめ作っておいた私の今年の東京の順予想を出します。ほい、どうや、私の今年の順予想は、ほい、8.57、16勝9分け9敗、55得点、38失点。去年に比べてね、試合数が減ってるんで、ちょっと勝ち数とか得点あたりは分かりづらいけど、去年がね、あれだけ無策な感じで、正直9位が信じられないような戦いぶりだった。そういうところから考えると、得点は増えるだろうし、失点はスービクが入って、そもそも 8-0 っていう試合もさすがにまあないと思うんで、こんな感じになると思うのよ。今年はね、アルベルも我慢の時期はあるって言ってるように、順位を求めないっていうね、向きもあると思うんだけど、それでも将来性っていうのを考えると、最低でも7位できたら5位くらい取って、明るいね、希望をね、私は持ちたいのよ。仮にこれがね、10位とか12位、13位っていうところで終わっちゃうと、アルベルのやろうとしているスタイルっていうものがね、ちょっとね、信じられない、そういう気持ちがサポの中に芽生えてくると思うのよ。やっぱり長期的に見ていく上でも、それなりの結果は必要。とはいえね、今年分かり間違って優勝してしまったとしても、一向に構わん。まあそんな感じで、今週末から1年間、FC 東京の戦いぶりをみんなで楽しんでいきましょう。以上、ご視聴ありがとう。バイバイ。